岩手県宮古市の海の幸、豊かな環境が育む花見牡蠣をご紹介します。人口およそ5万5000人の岩手県宮古市、春に収穫される大ぶりの牡蠣、花見牡蠣、岩手が誇る特産品の一つです。生産者の一人、山根幸信さん。2006年に花見牡蠣の生産を始めました。宮古湾は平川、津軽市川という大きな川が2つ、それに湾口部もこのようにこう広いので、海からの栄養分、川からの栄養分が交わって、牡蠣もこのように大きくなりやすい。2011年の東日本大震災で被害を受けた牡蠣、しかし地域への思いが復活への原動力となりました。宮古の春の風物詩になるまではやめられないぞと、もう一踏ん張り、頑張ろうということですね。2013年には直売所もオープン。消費者との確かな接点を手応えに、山根さんは花見牡蠣を作り続けています。生産者にとって一番やっぱりいいものが取れることが喜びだと思いますよね。やっぱりお客様に喜んでもらえるものが取れる、その湾の環境に応じて牡蠣って微妙に味が異なってきます。それを楽しんでほしいから。海と日本プロジェクト in 岩手は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。